ばんは。こんばんは。始まりました。はい、さつきとゆみこのマンデーナイトドリーム。今日はね、ギャラリーもね、いてくれましたね。ありがとうございます。はい、1ヶ月のご無沙汰でございましたけれども。はい、ね、1ヶ月どうでしたか、さつきさんは。1ヶ月忙しくしてましたね。私はあの8月に大きなイベントを2つ抱えておりますので、その準備で大変に大あらわでございまして、その、詳しいご説明ご案内は後ほどゆっくりたっぷりしつこくさせていただきますので、たくさん写真も、ね、はい、動画もありますね。お楽しみになさってくださいませ。ゆみこさんは。はい、私もそうですね、あのダンス発表会があったり、相変わらずライブがあったり、はい、いろいろと忙しくバタバタ。結構出て歌ってますよね、ライブにね。そうですね、Facebook でご紹介してますけれども、はいはい、頑張って歌っております。はい、私はあの日本舞踊の方で、頑張っておりまして、サツキ会という8月に発表会があったりですねするので、教える方を中心なんですけれども頑張っておりまして、そして由美子さんは歌の方で、はい、大活躍されてます。はい、頑張って歌っております。はい、あとちょっとなんか最近筋トレとかね、いろいろやって、はい、こういうところ筋肉をつけようかと思います。そうなんだね。そうそう、糖質制限もね、はい、なんか糖質制限先月出てましたけれども、話が。そう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 、はい、あれはどうなった。糖質制限してもね、あんまりこう私痩せないタイプだっていうのが分かりました。あら、まあそれはどうして。そうそうそう、よく分かんないんですけど、なんか糖質、はい、糖質の代謝の方が脂質代謝よりいいみたいで、なんかそうそう、タイプによってこう分かれるみたいですね。あれを検査するなんかキットがあったりとか、そういう会社でやってくださったりとかするのを送ったりとか、そういうのがあるって聞きました。そうそうそう、脂質なのか糖分なのか、なんかあの、ね、炭水化物なのか、何を制限すれば痩せるかとかいうのわかんないんですけどね。はい、だからあまりこう脂質のあるものを食べないで、糖質を取った方がまだこうなんか、あの、あとあのタンパク質とか、ね、お肉とかね、すごい食べてるんですよ。あ、玄米、それはいいという。だからこう肌がこうツルツルに、もう肌ね、ちょっと今日暑いんですけどね、あの私の。あ、ちょっと厚着してらっしゃいますね、いつもよりか。はい、7月だというのに。そうですね、そうですね、そうなんです。あ、なんか来ましたよ、なんか。ありがとうございます。ありがとうございます。ウェイターさんがなんか、はい、あ、ここ持ってて、あ、これですね。はい、はい、これはまた特別な、今日はビール、なんか先月もありまして、いつも飲んでますけど、はい、いいんでしょうか。はい、先月はラオスだったんだけど、どこですか、これは。日本のビール、日本のビールで、はい、福島さんの、福島、はい、あ、じゃあ私、あ、なんかさ、すぐにあのコップ出しちゃうという、はい、あ、ありがとうございます。いいですね、はい、そうですね、福島さんのなんていうビールですか。まずはさ、同じものありがとうございます。味わってもらいましょう。はい、リンゴ、はい、リンゴのビール、リンゴだし、なんかね、アルコールがすぐ出てきちゃうという、この番組。なんかでも映んない、映ってるあの映像が全然映んないんですけど、いいんですか。そうですね、はい、ちょっと、はい、とりあえずここに、はい、前に置いて、はい、ではまた後で、はい、こちらのものを紹介させていただきます。ありがとうございます。それでは福島さんのリンゴのビールをちょっとね、なんかいいんでしょうか、はい、放送中にこうテレビだったら絶対いけないんだけどね、インターネット放送っていうのはいい感じ。いいですね、さすが新ウェーブ。なんか時代が私たちにぴったりになってきたね、はい、そうですね、なんか言わなきゃいけないことありました。これはちょっと今言った方がいいですね、はい、この番組は株式会社キャン、インターネット新ウェーブより世界に向けて配信しております。皆様より熱いメッセージを千住アット新ウェーブ JP、 どこに映ってるの。ここにあります。ここですね、はい、はい、こちらまでお待ちしております。お待ちしてます、はい、それでは皆様もぜひ月曜日の10時、夜10時ですから、はい、ぜひちょっとくつろぎながら、はいはい、じゃあいただきます。いただきます。すみません、はい、いただいてみます、はい、あ、どうですか。コクがあってね、美味しい、美味しい、飲みやすい。これリンゴ、なんかフルーティーな感じもちょっとあって、リンゴが入ってるってことなんですか、これ。あ、入ってる。そうですよね、ちょっとこう酸味がある感じがする。そうですね、ちょっと、うん、なんか相変わらず飲んでますね。前回もなんかたくさんあの北千住を探訪して飲ませていただいた、はい、あの VTR をご紹介しましたけどね、はい、ご紹介しましたけれども、はい、大変にご好評いただいて、はい、あのなんかあのよれった感じがすごいいいなみたいなご感想いただいたんですけども、トットットットっていうね、はい、あの感じがいいなっていうふうに言っていただいたんですけども、はい、いよいよ後編が、はい、ありますね。もうちょっとだいぶいい感じになってこう回りましたからね相当いい感じになってきておりますので、ちゃんと飲んでますから、そのままが表現されていますので、どうぞお楽しみにご覧いただきたいと思います、はい、それではこれから後編でございます、はいはい、北千住探訪後編をご覧ください。
これ本当に飲んでませんでしたね。テレビの地上波とかだったら大騒動になる問題ですね。始末症ものかもしれません、ね、大変なことなんですけど、はいはい、今私が踊ってましたね。踊ってましたね。あれは何だったんですか。今のは おさらい会があったところに私が出演したものなんですけど、大江戸日本橋亭というところでコスノトという地唄を踊っておりましてですね、これはなかなかこう珍しく私が女性らしいしっとりしたものを踊っているので、こんなものもたまには出しといた方がいいかなと思って、資料の方をこちらの番組の制作の方に送らせていただいたんですけれど もう私たちも準備が遅いのよね。そう急にね送っても今日になって焦って送りましたから、ね、それなので、ね、そう混乱を招くという、あもうちょっと1ヶ月もあるんだからもうちょっと前もっと用意しろよって、そういつもね この場に来てそう思いますね。そうですね、もうなんで前もって準備ができない本当に。それでも血液型 A 型か A型か私も A 型なんだ。 A 型なんだ、ね、そうです、 A 型なんですけれども、変形のちょっと変形型コンビですね。この中こうやって踊ってる中でどっかで飲むんだろうときっとね見てた人は思ってた、思ったそこでまたビールが出てきて、おしゃくしてこう飲んじゃうみたいなのがあるのかなみたいに思った人いるかもしれないですけど、まさかこれは北千住ではなかったですね。飲んでるのはスタジオで、そう、ね、ここは北千住ですので、飲んでるんですけど、今ねディレクターさんが一生懸命探してくださってます。なんかあったみたいですよ。あそれ面白いんですよ、すごくね、その部位がね、まだでもあと20秒ぐらい、はい、分かりました、若干20秒ぐらいだそうです、はい、皆さんステイチューンでそのままで離れないでね。私もそのうち今日は歌歌うかもしれませんので、歌を歌うらしいので聞きたくないと言われてもそう歌っちゃうかもしれませんので、もう飲んでることだし、そう歌っちゃうかもしれません。そうどうぞ、うん、インターネットテレビ C ウェーブご覧の皆様もぜひ、はい、乾杯。いいでしょうかね、はい、私さっき VTR にいきなり出てしまった、私も全然予期せぬものが出てしまったんですけれども、はい、あれは女性的な非常にしっとりとした、まあ、古典の中でもですね、一番こう動きがなんていうんですかね、スペースを取らずに畳の上でお座敷の上で踊れるようなそういったものですね、うん、お座敷舞というようなものがありまして、そういった種類のものなんですね。であれがですね、じっとしてるようで結構辛いというか、こうゆっくり立ち上がったりゆっくり座ったりゆっくりこう体をねじったりっていうので、日本舞踊は結構インナーマッスルを、今でいうインナーマッスルですよね、使うんですよね。割とゆっくりその手の勢いとか足の勢いとか、ちょっと蹴った勢いとかそういうものを全く使わずに自分の体の芯を回していったりとか、芯で動いていったりねじっていったりとかするので、なので非常に日本舞踊はですね、見たところなんかハラホロヒレハラやってるように見えるかもしれないんですけども、結構体使って踊らなきゃいけない、筋肉も鍛えられる。なるほど、体幹鍛えられますね。体幹は本当に鍛えられる、ね、でも強い、ね、でも体幹はダンスも全て同じですよね。なんかないと、体幹がないと、全てそうだと思います。プランク3分ぐらいできちゃいますね。それは分からないですけどやってますけどね。それそう、そういうのやってるんですよね、はい、1分半をね、はい、2セットぐらいですかね。1分だと3セットできるんですけどね、1分半はなんかちょっとコアな話になってきましたね。あとワイドスクワットとね、そういうのどういうんですか、ね、ワイド、ちょっとこれやってみますかね。どうぞ。そうですか、ちょっとこのライ、ちょっと今日の私の衣装に関してはちょっと後半に触れることになっていて、前半はしらーっとして、そうですね、触れないつもりだったけど、ちょっとこの今日はちょっとした厚着かなみたいな、ちょっと厚い、OK になりましたね、あ、じゃあよかった、はい、それでは
あの正真正銘、はい、これ出ますかね、出ますかね、またさつきさんのこういう、こういうのが出るかもしれませんが、どうでしょう皆様、ハラハラドキドキして、あの待っていていただきたいと思います。北千住探訪後編です、どうぞ。はい、はい、はい、大丈夫です。泡盛りです。泡盛りです。はい、ありがとうございます。水割りです。シークワーサー割りです。何杯目ですか。いやもう何杯いただきます。スーパーちゃんぽんで、はい、全部美味しい。全然大丈夫です。うん、ちょっとやってます。泡盛り大好き、大好き、沖縄です。いいね、美味しい。スッキリ。あ、シークワーサー割りです。沖縄はね、琉球舞踊はね、中指からこうやって、それで全部切る。中指から振り返る。あ、いや、いや、さあ、さあ、って感じです。あ、いいね。できるんですか？そう、そう、開けて、そう、閉める。そう、開けて、閉める。あ、いや、中指から巻いて、はい、最後の、あまりこういうとこ、こう使わないですね、沖縄の。そうですか。ちょっと似てるようですよ。青さで、はい、岩のりの。ありがとうございました。沖縄のコースでした。ありがとうございました。味噌汁みたい。美味しいですね、美味しい。美味しいですか。いける、いける。帰れる距離で。青森に合うね。青森に合いますよね。美味しい。本当に美味しい。酒が進んで大変。これは大変だ。しまらっきょう大好きなんだよな。でもな、食べちゃうかな。なんで躊躇してるんですか。しまらっきょう食べるって食べますよ。うまいね。さすが。よっ、あ、上手。すごい山盛り。表面調理。冷蔵処理。山盛りとか。すごい山盛りは。普通すんだからね。うまいんです。海外長いこと来られる人だけに。僕がやっぱり長い。さあ、味噌じめ漬け、しめ鯖です。醤油といえば鯖だもんね。醤油。で、普通の白身。しめ鯖。大体寝てから行ってんだよ。その方が強い。さすがにすごい。ちっちゃい。鯖。鯖。いただきます。鯖はね、タンパク質がいっぱい入ってる。糖質が少なくて。すごい勉強しました。実はアスリート勉強しました。めっちゃ食べたくなるから何食べたくないけどね、絶対やってるよ。食べないとカロリーを取らないといけないの。脂肪が燃えないんだ。コモちゃんは脂肪がないからおすすめ。脂肪がある人は絶対嘘、食べなきゃ痩せるって。明日からストイックで。明日から。今日はもうしょうがない。今日はしょうがない。変なわけで北千住で美味しい。北千住来ちゃったら、はい、本当に。食べてられへんかった、途中から。ありがとうございます。うん。ポリフェドール。美味しい。なんかそんなの。です。少しお皿に取っていただいて。さあ。はい。羊うまいよ、羊じゃね、羊うまいよ、羊。え、出荷までの本当に何ヶ月も短い来たんですけど、一番短いんじゃないですか。アイスランドから来たら、はい、遠路はるばるありがとうございます。羊が高騰してるのが大変ですよね。牛もそうですけど、うん、ラムっていう最初は煮込み屋さんも牛肉の串も結構多かったんですけど、すごいね。お好みで、はい、あのニンニクのせ、あ、おいしい。この醤油またうまいんですよ。うん、
オニオン。これはうまい。あれですね、あのお酒飲めない人だったら成り立たない。そうですね。ね、確かに。でも北千住楽しんでいただけました。うん、すごい。いろんなカテゴリーのお店とかいろいろ。すごい面白い、本当に。いい人なんですよ。まだなんかあれ、まあ、あれも秋田料理もだし、なんかその何でしたっけ、なんとか揚げ。ゾウリの味がすごい。文化、文化。それも気になるし。パンケーキも気になるし、気になることがまだいっぱいある、ね、うん、あ、なんか日本のマンハッタみたいな、日本のマンハッタ、マンハッタって世界中の、言い過ぎ、世界中のものが集まってる。そう、マンハッタ。でも、あの駅の乗降客数は本当に世界6位なので、うん、7位が名古屋の8位が東京駅ですから、でそれよりも使ってる人は多いんです、全中は。すごいですね。ノリが大事ですよね。考え出したらなんか真面目になっちゃうから。戻りました。いや、飲みましたね。なんか食レポ、なんか後半をご覧いただいたんですけど、こう最初は立ち飲みから始まったんでしたっけ。そうでしたね。それで、串カツ、串カツ食べて、それで お肉の串カツ食べて、でその後もつ煮込みみたいなの食べに行って、それで焼酎とワインがこうね、混ざったの。そうそう、ワインの焼酎割り、焼酎のワイン割り、ね、分かるんだけどね。あれを飲んで、ね、そう、で、そう、紹興酒行って餃子食べて、その後ですね、これね、そうですね、沖縄料理行って、ね、今度は、はい、サバだっけ、サバ、ごっつりってね、日本酒でね、そうです、ごっつりっていうのね、あ、うん、あ、泡盛、泡盛を飲んで、それでサバのところで日本酒行って、で最後はラムでワイン、どんだけ飲む ねワインのところではもうほとんど食レポはなかったですね。ただひたすら飲んでる、肉食べてワイン飲んでラム食べて、これでもう何だったんでしょう、ね、もう絶対お嫁には行けないですね。そうですね、あ、行こうと思ってるんですね。いや、思ってなかったけど行けないことが証明されたなみたいな感じですね。これは、まあ、これはまずいでしょ、ラム、こうなってるから。そうでもいろんな店がありますね、北千住はね。すごい面白かったんで、まあ、あの時間の関係とか、あのお店が混んでてね、満員で入れなかったりとかして、うん、伺えなかったところもあったんですけれども、すごい気になるお店たくさんありましたよ。他にどこが一番良かったですか、うん、あのね、印象深い、いやー難しいけど、でもあの入った途端にあの宝塚みたいねって言われた、あの餃子屋さんは、ね、あれは面白かったですね。ね、あそこのお母さんも、すごい喜んでましたね、あのお母さんね。わあ、宝塚の人や、うん、宝塚の人みたいねって言われて、そうそうそう、宝塚の人ね、はい、で餃子が美味しかった、そう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 、すごく餃子が美味しかった、もっちり餃子ね、はい、いただきましたね。いや、でもどれも美味しかったですね。そうですね、あの沖縄も面白かったね。いや、面白かった、沖縄も美味しかった。なんか何だ、で、イワシと沖縄料理、そうそうそう、沖縄舞踊やってましたね。琉球舞踊ね、もうあのだいぶ酔っ払ってたので、踊って、そうそうそう、いやーさーさーとかって踊ってましたけど、なんかあのいろいろ教えてもらいましたけど、うん、そうそうそう、はい、琉球舞踊とちょっと違うんですね、日本舞踊とね、やっぱり文化が少々違うので、ね、本当にたくさんいろいろなお店、はい、本当にマンハッタみたいっていう言葉もあったけどね、本当にね、全てが集まって、日本の全てが集まって、もうそういう世界までね、楽しい、なんかこうね、あのちょっとこうあの背筋伸ばしていかなきゃいけないようなかしこまったところよりかは全然我々向きですね。そうですね、はい、とっても向いてたなっていう、そういう感じでした、はい、そうそう、楽しかったです、ね、特に西口が楽しいそうで、北千住は、はい、東口よりも、あ、そうなんですね、そうそうです、はい、ぜひ皆さん行ってみてくださいね、はいはい、まだまだ私たちもこれから田んぼ第2弾第3弾、そうですね、はい、やれたらできたいな、また来週じゃないんですね。これまだ続いて、まだあのだいぶある時間があります、というわけなので、はい、はい、そうそう、ではもうちょっとこれいじってくれます、あ、そうですね、全然無視して
熱い思い知らん顔して、あの20分経ってもつく、もうね、やっぱ夏ね、こういう、服を着るもんじゃないですね。そうですね、なんか私は結構見慣れてしまったので、なんかあんまり違和感がないけど、でも暑いだろうなと、さぞや暑いだろうなと思う。なんでこういう格好してるかというと、うん、こういう格好は好きだからなんです。そうなんです、かぶり物が大好きで何でもかぶっちゃうんですよね。そうそうそう、でなぜこれを思いついたかというと、私 の、 あのソロコンサートの時に風に立つライオンという歌をね、私はあのよくリクエストをいただいて、さだまさしさん の、 あの、うん、アフリカに行ったお医者さんの歌ですけども、それはあのしっとりとこう思いを込めて、突然の手紙には驚いたけど嬉しかったって言って語りで入るんですけど、ただそれをやってるだけじゃなんかこれ以上の感動を呼ばないんじゃないかと思って、それ一生懸命考えて、はい、そうだ、ライオンになって歌えばいいんだ、じゃじゃーんと思ったんですけど、それであのインターネットで着ぐるみを探して、これあのそんな高くない4000円ぐらいなんですけど、買って、これも買って、あの足もあります。足がまた面白いね、それがね、足め、うん、足が見えましたか、これちょっと映るの、あ、足見えましたね、はい、足も買って、それでこれで風に立つライオンを4年前に初めて歌ったんですよね。で、じゃーん、じゃじゃじゃーん、じゃーん、じゃじゃじゃーんっていう曲とともに、私がしずしずとこの格好で出て行ったら、なんとなくあの雰囲気がですね、うわっ、がはははって笑った人と、しらーってこう寒くなった人と、2種類いて、で、あの歌をこの格好で絶対歌わないでっていう人が半分ね、はい、でなんとなく面白いからもっとやったらいいんじゃないかっていう人が半分いたんですよ。で、私はそれで言ってもとにかく歌い続けて、で、まあ1回そこでは終わりまして、で2回目をやるかどうかすっごい迷って、で、やるなって言われたんでやんないつもりだったんだけど、1週間前になったらまた突然この、 あのアドレナリンがやっぱり、ね、出るのね。よっぽど好きですね。ちょっとバカですかね。あ、実は皆さんすっごい寒いと思ってるでしょう今。ちょっと分かんないけど思ってるでしょう。だけど本人は結構喜んできてる。そうで、また来てしまって、で風に立つライオンを歌うからこのライオンの着ぐるみを着たらいけないんだと思って、あ、はい、あの歌だからね、そうそう、感動的な歌です、ね、そうそう、なんかしらっとしてますね、はい、で違う歌を歌ったりとかね、はい、したんですね、踊ったりとかね、はいはい、そうそうそう、あと、うん、でちょっと歌いますけど、その話はまた後半でもたっぷりとお楽しみいただきたいと思いますので、ここで一息ついていただきたいと思います、はい、CM です、どうぞ。小野浩平と申します。27年になります。静岡県の伊東市、勤務して7年ですね。田舎に帰って、静岡県の田舎に帰って、向こうで開業したい、開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなっていう思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて、入社してから1年でデイサービスができたんですけども、現場責任者をさせていただいてまして、キャンは自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので、福祉系以外の医療系の資格が取りたいなと、そういった資格を取って、まあ、ここで生かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれてる森の方は、僕は1年生の、そっちかな、もしかしたら僕はその時3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが、開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京で、まあ、勉強することもできるし、それのノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原理沙です。各地新店舗の立ち上げから理事長をやらせていただいて、一応なんかあの全部の売り上げが一番、多分私は一生プレイヤーでいたい、その経営とかなんかそっちではなく、一生患者さんと関わってみたい。はい、
というわけで後半に参りたいと思います。また来た、はい、おー、あー、そんなに飲ませようというこれですね。はい、こちらですね、レッドエールということで、はい、いただいております。レッドエールですか。はい、こちらも、はい、みちのく福島ジビール、福島のジビールだそうでございます。はい、はい、グラス変えていただいて、恐れ入ります。すんません、すんません。今日は福島ビール、ね、これなんかちょっと色がね、琥珀色、ね、はい、すいません、すごいちょっと違いますね。ちょっとちょっと濃いでございます。ビールを飲んでいいんだろうか。痛風じゃなくて糖質良くなったんですね。はい、乾杯。じゃあ皆さんも乾杯。何、ね、でしたっけ、福島のレッドエールだそうですよ。はい、はい、これはあ、すごくコクがあります。道のく福島ジビール、あ、でもまろやかですね。なんかずっと、ま、苦味がない、飲んじゃうね、こうやってね。苦味がなくてまろやか。アルコール度数はどのくらいなんですか。15度ぐらいですか。まあそんなない、そんなない、あ、そんなないんだ、うん、そんなにはないよ、ビールだもん、うん、ね、そうか、福島のジビールを今日は頂戴しております。そうそうそう、5% です。あ、そんなもんなんですね。ね、このスタジオが1階にプエルトバルというあの東北の美味しいものを集めた居酒屋さんなんですね。美味しい、何でも美味しいんですよ。そこ はい、だからこう上にいろいろね、はい、来るんですね。ジビールがね、本当にでこう連携をとても大事にしている日本の中で東京と東北。東北っていうのはもうたくさん青森、岩手、宮城、山形、秋田、福島、言えました？言えました。本当に私は物を知らないからこういうこと。いや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 、私は西日本の人間だからあまりよくわからないんですけれども、でもそうですよね。そうそう、で、美味しいものがたくさんありますよね。ね、東北はね。そうなんですよ。本当に珍しいものはたくさんあるから。はい、ぜひそのプレートバルも皆様ね、1階にありますのでどうぞ皆様、はい、このビールも飲めます、はいはい、というわけで、はい、後半はですね、さっき間違えて私の踊りがちょろっと出てしまって、はい、何残っちゃ、しし、北千住田んぼ何残っちゃこの踊りはみたいな感じだったと思うんですけど、私が慌てて今日の素材に送ったものが他にもあると思うのでちょっと出していただきながら、はい、それを説明していこうかななんて思ってるんですけど、大丈夫かな？かな？かな？お願いします。はい、お願いします。なんか変ですね、このツーショットがね。はい、これはお写真、あの二人ワンキューという長唄の名曲でございまして、私尾上流で日本舞踊やってるんですが、尾上流といえばこの二人ワンキューというあの名作でございまして、初代の尾上菊之丞が作りました。大変素晴らしい踊りなんです。あの念願かなって、一昨年に踊らせていただくことができまして、私はワンキューという役、ワンヤキューベイの役をやってますね。はい、では次の写真お願いいたします。なんだこれ、これ全然違うものが出てきたね。せっかくあの高尚なものを見ていただいたの、これはライブなんですけど、ちょっと面白いことをやってますっていうことは、これもうあんまり露出するのはやめましょう。じゃあ次を、これライブの中でね、ちょっとなんかこう漫才みたいな、これ踊ってますね。雪の隅田川というやっぱり私男役で、女性役の人とあいあい傘で踊るというとても素敵なラブストーリーのものでございまして、はい、では次は、あ、これはショーですね。円寿ね、そうです。あの関西を中心にやっている円寿っていう、あのレビュージャパネスクロマンっていうんですか、日本舞踊と歌のレビューショーをやってるんですが、そのユニットで踊っているところです。こんな感じで皆さんにあの親しみやすい日本舞踊をご覧いただこうっていう、そういう趣旨でやっております。では次は、これはお稽古風景ですね。まあこんな風にいつもお稽古してますよっていうところを写真撮っていただいたものです。他にもありますかね、こういうのがちょっと。先生ですね。あ、また全然違うもの。これはあの森田健作の剣道の格好をして、こう竹刀持ってるんですよ、これ。森田健作の役をしてるの。あ、そうそう、歌ってる昭和歌謡特集のライブをやってて、何を、もう写真がもう本当にもうあの順序がバラバラなんで分かりにくくてすみません。さよならはっていうやつですね。あ、そうか、
あれを歌ってます、はい、それそして、これはお稽古場ですね。みんなこうやって子連れで来たりとかですね、うちは本当に賑やかなんです。いつもお稽古場が子供さんも習ってるんですね。子供さんはねまだちょっと習ってはいないんですけどもね、子連れでお稽古に来てるママがいます。そして、続いてがこれ、あ、これなんだろう、どっかで見たことある人じゃないですか。これはいつかな、これは銀座でやったライブの時かな。初めての、キャットローズシスターズですね。キャットローズシスターズですね。はい。撮ってるよね、はい、私ね。そうかな、この時は初めて2人でコンビを組んでライブをやりまして、はいはい、これで私たちあのとうとうコンビを組んでしまったみたいな感じですね。はい。そして、そうですね、その時のものかな。うん、なんでこの私はこういうふざけた顔をするんでしょうね。なんでってはこっちが聞きたいですね。はい、そう、それではこれはちゃんと真面目に踊ってます。獅子頭を持ってこれは紋付き袴でね踊ってるんですけど、まあ、あの普通女性はこういう格好しないんですけど、私の場合は似合ってしまうからこの格好をさせられてしまうみたいな感じでございます ね、 うん、ね、はい、そっかそっか、男前でございます。さあそして、はい、いいですね、みんなで今年も8月18日にこの撮影会ございます。出演者の皆さんと撮っているところなんですけれども、こうやってみんなで扮装したりしなかったり、いろんな格好して浴衣で踊ったりとかいろんなことをして、もうとりどりなものがご覧いただけます。8月18日大井町のキュリアンショーホールですので、12時30分開演ですので、どうぞ皆様入場無料、誰でも入れますので、いらしてくださいませ。さあそして、これもう全くバラバラ、最初に出て二人ワンキューの写真がもう一枚ここに出てきました。はい、こんな風に踊る、これすごいこう感情こうやっぱり入ってますね。これがね長唄で ね35分ぐらいある踊りなんですよ。でそれに私ずっと最初花道から出て最後板付きで終わるので、ずっと出っ放し35分、もうこれはなかなか大変なものでございましたけども、カロリー消費すごい、なかなかさせていただけないんですけれども、お許しが出てさせていただいた二人ワンキューでございます。素晴らしい。はい、そしてこれお稽古風景ですね。もう本当にバラバラでやってきます、写真が、ごめんなさい。はい、これはレビューの方です。男役でかっこつけて踊ってる感じです。はい、こんな感じで踊ってます。もうちょっと出てくるかな。あ、これいよいよ出ましたって感じこれなんか後ろで後ろでこれ私踊ってます。これいつでしょうね。これ、あ、これも銀座かな。そうですね、あ、そうかな、そうかもしれないですね。そうですね、きっと。そうそう、これ、はい、ね、さつきりせさんがかっこよくこう宝塚ぶりでこうワッとやってるところで、なんとなく後ろでそれを怪我している、どうしても出たいみたいだったんで怪我しているライオンはなんだこいつはって感じ。これ怒る人いますね、きっとね、なんでこんなことやるんだ、すいませんね。はい、はい、そして、これはまあ普通に真面目に歌ってる感じです。はい、これキャットローズシスターズ、銀座シスターズです、ね、こんな感じでやってますので、はい、皆様よかったら、はい、またやりましょうね、はい、見に来ていただきたいと思います。はい、はい、そしてあ、これ全然関係ないんでちょっとすぐ次行ってください。私映ってないんで、これショーです。私はこういう感じで、かっこいいね、はい、踊っております。あ、これはキャットローズシスターズ。そうですね、これは川越じゃない、川越のプリンスホテルじゃない。そうですね、ね、きっとそうではないかなと思います。はい、私 の、 お弟子さんたちとのショットでございます。はい、そして私の誕生日会かな。こういう風にストリートで踊ってる。そうなんです、いろんなイベントに参加したりとかしているので、これは私が大井町のどんたくっていうのに出た時にこんな風に。え、これ夏ですか、チームを。はい、夏、暑いでしょ。暑いなんてもんじゃなかったですね。はい、なんで、ここで踊っておりました。でこれは神戸のイベントでした。気楽館っていう寄席のステージなんですけど、そこでショーをやった時ですね。はい、そしてこんな感じでちょっとまたこうやって
古典踊ってる時とレビューやってる時と顔が違うと思うんですけど、ね、チャンネル変えながらやってこういう風に普通こんな格好は女性はしませんけれども、これ男の人の戦争で踊るっていうやつです。さすが男役、かっこいいね。もう本当に似合っちゃってどうしましょうっていう感じなんですけど、ちょっと性別間違えたねそうですね、はい。そしてそしてなんかもう互い違いに変なもの、変なものとちゃんとしたもの、変なものちゃんとしたものって出てくる。これあのなんか横の人こんなのこの人このあの私ちょっとあの女の人じゃない、どこ2丁目あたりにいる感じの人見えます、ね、いますねこんな人、ここん、ね、うん、見たことあるかもしれない、うん、どうか。そうそう、これもキャットロスシスターズのショーの中の一環です。ショーです、いろいろ面白いこと考えながらやってます。これが出るかな、はい。そして次がこれでキャットローズシスターズですね、はい、たくさんありますね、はい、写真がありますね、はい。そして出ますかね、なんかもう本当に互い違いにちゃんとしたものと変なもの、口直しのようにねあのさつきさんの写真が出てきましたはい、ありがとうございます、はい。これもそうですね、これはちょっとちゃんとした方です、はい、ちゃんと踊っております。真面目に踊ってる感じです。でこれはショーなんですけど沖縄の紅型着てますよね、こういう踊りもやりますよっていう感じですね。なるほどね、はい、綺麗ですね。あ、稽古場で皆さんとで、ね、お弟子さんもいい感じでたくさんいますね、お弟子さん。そうなんです ね、はい、皆さん頑張ってお稽古してくださっていて、もうなんかとにかく楽しいです。うちは何でもありなので、何でもあり、キャットローズシスターズ、はい。はい、これは何でしょうかね、分かんないですね、分かんないですね、後ろの人がなんか嬉しそうにポーズ撮ってます ね、 はい。そして、はい、どんどんか写真が、あ、これもお稽古場のショットですね。稽古場のショットが楽しそうなのが多いですね、はい。そしてどんどん行ってください、はい、どんどん見せていただいていいですか。次は次ありますか。次はあ、戻ります。はい、あ、戻ってきた。ありがとうございます。私が、あの、出したのが今のかな、ずっと。そうか。うん、そうですね。あ、じゃあちょっと次、私の出したのも行きますか。そうですね。なんか、楽しそうでしたね。はい。やっぱり、古典の日舞を踊ってる時の顔、はい、顔とちょっとやっぱ別次元の人、ね、そうですね。で、ね、ショーの時の顔と、うん、チャンネルが完全に変わって、でもそれ変えるのが楽しいっていうかね、いろんなことをやってきたので、やっぱり宝塚にいたので、あのすごくいろんな芸事をやってるじゃないですか。だからそれあのカテゴリーごとにこう変わっていくんですよね、チャンネルが自分の中で。でチャンネルを変えられることがすごく楽しかったですね。なるほどね。もう全く違うものになっていくっていう、いろんなことを習うんだもんね、宝塚で。そうですそうです。でまたいろんなこう実際宝塚で舞台に出るようになっていろんな演目をやるしね、うん、はい、やりますね。お芝居でも全然違ういろんなもの、日本のものが あれば、まあ、アメリカのものがあったりスペインのものがあったり、もういろんなものがあるので、あのそのたんびたんびに役柄が変わっていきますから、すごく楽しいですよね。チャンネルをこうカラッと変えていくっていう。そうか、今ほら二刀流とか三刀流とか流行ってるからね、はい、いろんなことやれて、はい、でまたそのキャットローズのシスターズの時がなんかちょっと変な人が一緒だからね。いや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 、もうね、私も大概変ですよそれは。だけどこうここまではちょっとできない。ここちょっと今日そうなんですよね、っていうか、なんかもともと子供の時からなんか被り物が好きだったっていうのを聞いたんですけど、お姉ちゃんは何か被りたかった、あのマスコットになりたかった。あのね、私はあのほら野球の試合の時にこういうのをかぶってあのバク転をやってるマスコットいるじゃないですか、うんうん、あれになりたかった、うん、そんな人聞いたことないけど面白いですね。でもバク転できないからね、側転だったらできるんですけど、側転だとこうやってでんぐり返し、でんぐり返し、面白い。あとはその私の住んでいた町がバレエ教室がなかったので、はい、なかなかダンスができなくて、物心がとってもついてからダンスを習い出して、とってもついてから、で今そうとってもついてから、はい、今とってもダンスとかそれから筋トレとか頑張ってるんですけれども、まだ元気で体が動くうちにそういうものに出会えて私は良かったなと。いやいやいや、めちゃくちゃ踊ってますもんね。あ、踊ってますよ。もう力入りすぎてますよね。踊ってます。すごいすごい踊ってますよね。踊ってます。もう本当にものすごい勢いで頑張って踊ってるんですけど、はい、そういう写真もあるのかな。そういう写真ないかもしれない。今日はないのかな。そうそう。私の写真をはあるのかな。あ、さつきさんの宣伝をまずこれしないといけない。あ、今出てるのが、あ、はい、はい、
はい、さつき会は8月18日ですね。8月18日に、はい、さっきも申し上げたんですけど、品川区の大井町の駅前にありますキリアンという、ホールの小ホールの方で毎年やらせていただいて、今回さつき会っていう名前になって15回目なんですね。で、私すごいですね。品川区で、お弟子さんを取って教え始めて20年になるんですけれども、浴衣会やなんかを含めるともう18回ぐらい舞台をやっていて、で今回さつき会として独立して私が発表会をやり始めて15回になります。まあ15回といっても別に私は何かをやるというわけでもなく、淡々と15周年というか教え始めて20周年なんですよ。で今年なんとですね、初舞台から宝塚の初舞台から40周年迎えまして、なので、記念コンサート、森ケヤキっていう同期生が記念コンサートをするんですが、なんとなんとこの8月18日さつき会の前日8月17日に大変だね、はい、コンサートの方に私ちょっとだけゲスト出演をさせていただくことになっておりまして、でももうね、他ならぬ同期生の大切な、そしてまた自分自身も同じ同期ですから、初舞台からの周年コンサートですので出させていただくことになっておりますが、2日続けて頑張ります。そうですね、頑張りどころですね。ここはもう一つ夏バテなんか絶対してられないので、はい、ちょっと、ね、その森ケヤキさんのコンサートを、そうですね、こんな風なプログラムになって、私は北州という、清本の、とっても難しい名曲を踊らせていただくことになっておりますので、ぜひ皆様お時間があったら、だいたいですね12時半に開演をして、終わるのが 夜夕方5時過ぎかなっていうふうに思ってるので、もう気軽に気楽に遊びに来ていただけたら嬉しいでございます、はい、キュリアンですね。日本舞踊見たことないよ、どんなのか知らないよ、生で見たことありませんっていう人、ただで入れますのでどうぞお気軽にいらしてくださいます。ただですよ、すごいですね、ただ、はい、入場無料です。入場無料だそうです、はい、大井町キュリアンホール、はい、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、お暑い中ではございますがよろしくお願いいたします。ということで、はい、そのライオンは、あ、ライオン、ライオンの、うん、これですよ、はい、なんか出たキングオブエンターテインメント、うん、ライオンキング、ちょっとこれ僕、あ、そうですね、で別にこれあんまり関係なくて、これ今日ね来るときにちょうどどこだっけな、乗り換えの駅にこれがあったんで、おこれだよと思ってちょっと写真を撮って送ったんですけども、なんとそうだったんだ、そうだった、まあ、なんかライオンキングを目指してたわけでもないんですけど、なんかいろいろこじつけてライオンになってしまいました。いや、私なんかこれのナレーションやってるとか、はい、何かそういうことなのかなと思ったんですけど、やっぱりライオンキングいいですね、はい、すいません、次お願いします。そしてこれは大昔に、これは真ん中私なんですけども、あらー、何でしょうか、かわいい、ツービートさんの頃ですね、清さんと平井武さん、清さん、ちょっとクイズ番組をやったことあるんですね、はい、これでも多分あんまりね出したらいけないんじゃないかと思うんですね、はい、そう送っちゃったんだけど、言いながら出した、多分そうそう言いながら出した、これはね、これはそう、次もうこれテレビ局の後半の頃ですけども、これもニュースをちょっと読んでたのを、ニュースやってましたね、そう、はい、これもじゃあもう行きましょうかね、夕方のニュースか、あ、金もね、ニュース、先輩と一緒にニュース番組のなんかちょっとこれやめさえない、はい、もうやってた、ちょっとこれなんと私のスマホに入ってたので、あったあったと思ってお送りしました、はい、うん、次お願いします。なんと、あ、出ましたね、バカですね、嬉しそうですね、白いの着てますね、これ なぜカッポギを着てるんだか分かんないんですけど、うん、はい、ちょっとこれ今年のコンサートでやりました、はい、お願いします。何歌ってるんだろうね、なんだろうね、うん、嬉しそうにね、嬉しいんだろうね、はい、この人 ねなんか被ると嬉しいんだね、そうテンション上がるね、アドレナリンがものすごいたくさん出るんです。次行けませんか、ラストです。嘘、本当に、もっとたくさん歌ったんだけど、送ったんだけど、まあいいや、こんなもんですなんか本当に、なんかもうすごく準備が悪くて申し訳ありません、バラッバラに写真が出てきてしまって、脈略がなく申し訳ございません。あとこれちょっと、これね、これデータで送ってなかったんですけど、これって揺れますか、これは私の、ホテルでのランチコンサートなんですが、うん、はい、
全然分かんないです。ごめんなさいね。これもデータで送らなきゃいけませんでした。はい、9月、これは9月の8日の日曜日のお昼に、はい、第一ホテル東京でランチコンサートをいたしますので、ぜひ。はい、第一ホテル、素晴らしい。今年3回目ですので、これ、ライオンは出ません。着ぐるみは来ません。なんとなく格式高いホテルで。そうですね。これで歌ったらちょっと聞き飛ばされますね。ちょっと、ちょっと第一ホテルまずいかな。そう、ちゃんとしっかりと、サツキリセさんの古典の日舞のように私もここではしっかりとシャンソン、正統派シャンソン、カンツォーネ、ジャズを歌いますので、はいはい、ですね、はい、ご興味のある方は来てちょう、来てちょう。やっぱりチャンネルを変えながらやってるって感じなんですね、きっとね。あんま変わってないかもね。ああ、そうなんだ。なんだ。そうか。着ぐるみ着てないだけで、なんか中身私、ね、あんま中身はあんまりどこ行ってもあんま今日はじゃああれですか、ライブ的にこう生で歌、生歌とかは、生歌をやろうと思えばできるんですけど、そうですね、生歌とともにお別れするっていうのはどうでしょうか。そうですね、あ、もうそろそろお別れの時間、ね、そんな、もうせっかく始めたのに、夜は長いよ。いや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 、でもちょっと私歌ったらちょっと踊りを踊ってくれますか。いやいやいや、もう応援します、こうやって踊り踊ってください。え、じゃあちょっと、じゃあ一番だけ歌いますか、ね、はい、じゃあね、よろしいですか、はい、すいません、これも今日はね、なんせ台本もあまりしっかりした台本を作らずに、ディレクターさんすごい大変だと思いますね、もう天才、うん、すっごいね、嫌がってますよ、顔がもう引いてる、ね、画像でババーっと送ってますから、もう間に合わないです、もう間に合わないとか、そういう裏の会話も多分聞こえてんじゃないかな。またそのうちあの機会があったら、別に全然、はい、はい、準備が遅い、私が悪い。いやいや、私もそうなんですけど、今日ね、私も遅いなと思って、ね、今日一生懸命朝から送ってたけど、もっと遅い人がいて、来る途中の来る途中の電車の中で一生懸命送ったっていう。でライオンキングとか、そうそうそう、関係ないものを送ったりとか。ライオンキング、そうそう、ライオンキングね、そうそうそう、でもあれ素敵だもんね。あ、じゃあちょっと歌いますかね。歌って歌いますか。どうやって歌うの、これ、マイク、マイク、これ、あ、これでよっ、読み子、朝昨日の酒を後悔し、昼パソコンで目が疲れ、夜断れない誘いに乗って、銀座赤坂六本木、何やってんだろう、ギリギリだぜ、倒れそうだぜ、死にそうだぜ、だけど壊れない、だけど壊れない、由美子の本音ブルース、喉ヒリヒリに乾いているし、肩ガンガンに凍ってるし、足ビンビンにむくんでいるのに、銀座赤坂北千住、何、あ、あと1分になっちゃった、もう終わりにしましょうか。歌いながらお別れしたいと思います。いやいや、終わりにしましょう。だぜ、死にそうだぜ、だけど壊れない、だけど壊れない、由美子の本音ブルース。この辺でフェードアウトで、ちょっとなんかやっぱりね、あ、ね、あ、来月、はい、え、もう終わっちゃう、本当に終わっちゃう、でもまだあと25秒あるよ。8月の26日ですかね。はい、はい、そうですね、お会いしたいと思います、はい、50分終わりですよね、はい、そしてあと19秒あります、はい、19秒ありますから、来月はもうちょっと準備をちゃんとして、はい、皆様に、はい、そうですね、はい、しっかり、こんな、そうそう、ライオンはもしかしたら出るかもしれないと思います。もっと違うものが出てくるかもしれません、はいはい、それでは、はい、今日ゲストが来てくれてたのに、来月じゃ出てください。はい、はい、柴田孝子さんという方です。はい、では見てくれてありがとうございます。終わった、終わっちゃった。